どうもこんにちは、トッポです、えー。今回はこのゲーム、マインクラフトモバイル版をしていきたいと思います。えー、ですがですね、これ一つあって、あのー、前回作ったね、北朝鮮というマップが、えー、村も一つもないというやばいマップで、本当にこれはよろしくないなと。まあそう思いましてですね、まあ前回の動画で終わりぐらいの時に言ったんですけど、新しいマップを作ろうかなと。 まあ思って、新規一点、新しくマップを作っていきたいと思います。ですがね、ここで大事なのが、世界の名前ですよ。もう僕は、思ったんですよ。3日考えたんですよ、また。3日考えと思って、北朝鮮だから悪いんじゃなくて、北朝鮮の何々じゃないといけないんじゃないかなと思って。で、僕は考えた結果、この名前にしたいと思います。はい。ということで、えー、そうですね、世界の名前は、えー、キム・ジョーン・ウンでやっていきたいと思います。<laughs> いや、思ったんだが、なんか、 もうもう、北朝鮮じゃなくて、もうその人物名出した方が、なんか世界もなんか良くなるんじゃないかなと。まあやっていきたいと思います。はい。ということで、えー、北朝鮮にやってまいりましたと。まあ世界の名前はキム・ジョンという、まあちょっとややこしいね、えー、マイクラとなっておりますと。えー、ですがやっぱり野原、野原がいっぱいと。えー、もう、あの、日本ともあの、前回の北朝鮮の方も、まあ野原がすごかったなと。 まあ思っているとこで、ええー、まあ本当に動物も可愛いなと。まあ言ったとこで、えー、殴っていきましょう。まあ食料はいるんでね。はい。ということで、ね、えー、今回はですね、まあやっぱり、えー、前回の動画でなし得なかった、えー、村を探すという、村を探すというのを目標にやっていきたいと思います。では、カボチャを、まあこれ全部取いましょう。はい。 えー、このゲーム、本当に面白くてくて、まあ、マイクラを知らない方に、まあ、また説明をするんですけど、まあ、この右上の食料を、えー、減ってしまったら、えー、左上の,あのハートがだんだん減っていくと、でそれがゼロになったらゲームオーバーと、夜、ま、も、あ、して夜が敵て出るので、ェーンとか作って身を備えると、えー、身を守るといった感じのゲームになっていますと、まあそ,うですね、それで、まあ、前,回は前回の動画では、目標はぬれを探す。村を探すっていうことが目標だったんでする。ですからそれもぬがなかったと。だからまた、あ、マップを変えてと、まあ、やっているんですけども、まあ、今回も村を探してなかったらまたマップを変えるしかないかといったことで。カボチャを取り終えました。 ということで、では行ってみましょう。では、どこに突き進むかによって、まあ変わるんで。まあそうですね。こっち側行きましょう。ここをまっすぐ行ってみましょう。はい。そうですね。はい。 はい。ということで、えー、そうですね。あそこの羊いますね。あの羊は、あの、羽毛っていうか、なんか、毛を落とすんですよ。その毛は結構ベッドに使って結構いる素材なんですよ。まあ、ベッドっていうのは、まあ夜、夜説明、さっきも説明した夜、えー、にあの敵が出るんですけど、ベッドに寝ることによって夜をスキップできるっていう効果があるんですよ。 まあそうすることによって、ベッドに寝ることによって安全に朝を迎えられるといった仕様になっています。はい。だからまあ羊を3つ、あの毛を3つ使うことでベッドを作れるんで、まあ今1個落としたんで、まああと2匹、2匹を倒していったらまあベッドを作れるといった感じで。まあそうですね。あと走るのもあるんですけど、走ると、あの、体力っていうかお腹が空きやすくなるといった感じで、なのでまあ基本歩き。 でもやばい敵が来てやばい時には走るといったい感じにしないともうお腹が空きすぎてやばいだなと学、まあ、っている仕様になっておりますとではえー、ここ突き進んでいきましょうあっえき、キムキム <laughs> もうね あのー、いや、え本当に来ちゃったよ。本当に来ちゃったんだけど。はい。ということで、あんなにね、北朝鮮だったら無理だった。もう2本とも上げ、パート2、パート1までやっても出なかった村が、なんともう開始、まあ、約2分で出たと。村が。まあ、ここ探索していきましょう。やっぱり、キム・ジョンウンの力と。 まあいった独裁政権が、えマイクラでも行われているといったとこで、えまあそうですね、家になんかいろいろあるんですよ、なんか物みたいなのが。それをパクっていっちゃって、まあ、ここで移住しましょうといったとこで、はい、結構でかいですね、この村。珍しいんですよ、このアイアンゴーレムっていう村人を守る人がいるんですけど、え既存の村にえアイアンゴーレムがいるっていうのは結構、まあそれは、 めっっちゃででかい村ってい村てう証拠なんですよそしてなんか屋台もあるとえここすごくないかいや本当にすごいです開始早々行けたんでまあとりあえずえー、畑畑の作物全部奪いましょう<ー>はいということで取り終えましたと。 はい、農家の人にめっちゃバレバレと、めっちゃ畑見られてますと。な、なんか気まずいので、まあ逃げるが恥だが役に立つということで、逃げ恥していきましょうということで。えー、そうですね。まずベッドはいるんで、ベッドをパクって、と。まあこんなにパクることによって、えー、そうですね。もう泥、ど、もう自分が悪役みたいになっているのですが、まあ仕方ないといったところで、えー、そうですね。 まあ、ええー、木を掘っていきましょうといったとこなんですけど、まあ村を探すのがね、今回の目標だったんで、まあこうやって村はあったっていうことは、ええー、もう目標達成といったとこで、ええー、そうですね。まあここで、ええー、ちょっとした雑談っていうのを交えて終わりたいと思います、えー。雑談っていうのは、まあいつもっていうか、まあ見てくれている人は少ないんですけど、まあそうですね、えー、自分一人で動画投稿を出してたんで、 まあ、トップって言うんですけど、その自分が出してて、まあもともと2人でするってなってたんで、えー、そうですね、コッシーっていう人が、えー、新たにっていうか、合流したって感じで、今動画投稿スタイルは2人で動画を気ままに出していくと。ゲーム実況はゲーム、ゲームの、そうですね、ゲーム性とかもそういうの関係なく、自分の主体の交互に出していくといった感じの動画スタイルになっているんで、 まあぜひ自分の動画っていうか実況スタイルが苦手というかまあそうですね苦手っていうかまあ自分の声が嫌いだとかまあそうやって見ない人もえ多分もう一人のコッシーさんの実況が好きな方はぜひチャンネル登録してくださいとまあ言ったところでえそうですねあとまあ結構自分は今暇なんでまあ動画出しているんですけどまあこれからはまあこれからっていうか徐々にまあ均等っていうか え、交互に出せると思いますといったとこで、え、まあこの高いとこで、はい、この高いとこで終わりにしたいと思います。え、まあ村人を探す、村を探したんでね、え、次はまあ木を掘って、え、洞窟に行ってみたいと思います。では、キム・ジョーンさん、バイバイ。